はい、それではですね、次は、プッシュスライスです。プッシュスライスというのは狙っているところよりもちょっと後ろ近いボールの右にポンと出ていって、そこから、サイドスピンがかかって、右側へのスライスの回転で、右から右へ、もう本当にもう OB とかもうどうしようもない、全く思って戦えない球になっちゃうわけですね。で、これは、どういうことかというと、クラブそのものが、クラブヘッドそのものがちょっと軌道本来のオンラインの状態よりもちょっとインサイドから来る動き、それから、クラブ軌道がそのままインからアウトに抜けていくと打ち出しそのものは当然物理的に右に行きますよと。で、その右に行く動きからクラブフェースがさらにまた開いた状態で打つと余計、拍車をかけてどんどん右に飛んでいってしまいますよっていう流れなわけですよね。で、これはですね、基本的にクラブフェースそのものをこう直していくというよりは、右への打ち出しがポンと飛んでっちゃってるものをまず直すのが優先順位1だと思います。で、クラブ軌道がそのままヘッドが突然インサイドに来るっていう作業っていうのは、これは、ゴルファーで一番良くないと言われている、まあ、左肩がこうやって浮く作業、この作業があると、まあ、プロゴルファーでもなかなかこうなんか長続きというか長く戦えられないんですね。長年にかけてというか、まあ、短命で終わっちゃう。だこの左肩を下げてると何がいいかというと、基本的にはこの左肩が下がっているとこのくの字、いわゆる前傾の姿勢を深く取れてくれるわけです。これが例えば左肩が上がってくると当然腰も前に出てくるわけです。これは左肩が上がったから腰がつられて伸びたのか、もしくはボールに対して下半身がガッと前に出たから連動して左肩が上がったのか、これはどっちが先かは正直その人によって変わってくるとは思います。ただ一つ言えることは、このくの字をいかにキープさせてくるかということを考えた方がいいと思います。で、くの字の考えをキープさせる方法としては、やっぱりダウンスイングの切り返しの瞬間にいかに腰が先にこう回ってくるかということが結構重要になってくると思います。腰が先に回ってくれば、基本的には、前傾が取りやすくなってくると。ただ腰を回すといってもあくまでもこう前に出る動きが回っているような感じになっちゃってる方もいるんで、やっぱりこう鏡とか見ながら、あ、腰が回ってるなっていうようなチェックをしていくとよりいいかなと。なぜならば、鏡を右見ながらの、チェックだと腰も回ってるのも見えますし、自分の目線が鏡を見てるわけだから右向いてるわけですよね。そうすると上半身もしっかりこう残りやすくなってくると。これが腰も回って上半身も一緒にこうやって回っていくような動作になると、まあそういうすごい強いプロゴルファーもいますけれど、基本的にアマチュアの方は開いちゃうとあんまりいいことがないんで、状態の開きを抑えるためにも右側を見ながら、イメージ取りをしていくといいかなっていうふうに思います。昔の選手で、プロゴルファーとかね、例えば女子プロで一番誰がスイング綺麗なんていうと、ミッキーライトっていう選手がいたんですよね。で、男子で言ったら、まあ、ベン・ホーガン、女子で言ったらミッキーライト、これ1920年代ぐらいのプロなんですけれど、1920年代ぐらいかのプロなんですけど、ハービー・ペニックっていうね、もうゴルフコーチの中の一番初めて世界でゴルフコーチと言って認められた人なんですけど、その方も、がミッキーライトっていう選手を見てたんですが、ミッキーライトの練習の方法として重いクラブで何回もこのダウンスイング、ここをゆっくりとやらせたと。で、それによって前傾の姿勢がきれいに取れて世界で一番きれいなスイングになったというふうに言われているわけですね。なので、右側を見ながらくの字を作って、クラブの軌道浮かないようにしてダウンスイングさせていくっていうのが一番くの字を取っていく、いい練習法なんじゃないかなというふうに私は思います。ぜひ皆さん、試してください。